こんにちは、クリッカーツッキーです。メーカー直系の外装パーツは本気がみなぎる造形が特徴。 TRD トヨタカスタマイジング&ディベロップメントが新型スープラ用に外装パーツ群をズバズバと発表しました。その名も GR パーツ TRD。 名前がちょっとややこしいですが、早速その内容を見ていきましょう。 GR フロントスポイラーはノーマルのバンパースポイラー下部にプラスアルファする形で装着するもの。三分割構造とすることでより立体的な造形になっているのが魅力です。左右のフィンはカナードタイプ。装着すると最低地上高が14ミリほどダウンするというのも嬉しい知らせ。 GR サイドドアガーニッシュは90スープラの特徴ともいえるドア後方部のダクト処理部分を丸ごとカーボン製に交換してしまいましょうというパーツ。整流のための大きなブリスターが特徴ですよね。見ただけで、あ、これ絶対空力性能良くなるやつやんと思わせる形に感謝。 GR サイドスカートはノーマルとは形状を全く変えたサイドスカートで、やはりこちらも最低地上高がダウン約4ミリします。カーボン製なので交換したことが一目でわかるのもありがたいっす。リアバンパー下部のディフューザー形状部分の左右に追加するのが GR リアサイドスポイラー。記者的には最もノーマルの印象を変えると思わせるのがこのパーツです。標準ではかなり絞り込まれた部分をあえてフラットにすることでレースマシンの雰囲気マシマシですよね。最低地上高が約24ミリも下がるというのも潔い。使い勝手で辛抱を試される局面もあるかもしれませんが、侍魂を持っているあなたなら大丈夫ですよね。カレーに福神漬け、焼肉にライス、大と同じくスポーツカーに欠かせないのが存在感あるリアスポイラー。というわけで TRD が作ってくれたのは GR トランクスポイラー。スリムなところが新鮮。アルミホイールは中心部分に向かって円錐状に落とし込まれている造形の GR19 インチ単造アルミホイール。サイズはフロントが 19×9J、 リアは 19×10J、 インセットはフロントプラス 32mm、 リアプラス 40mm。 ちなみに標準が17インチの SZ には装着できません。逆に言うと同18インチの SZR にこれを履かすと RZ との差異が減るので意図嬉しい。